ってて言われてもリラックスできないんですなぜならリラックスさせようっていうのが覚醒をさせてリラックスさせようとは思考なんで余計思考優位になってリラックスできない <noise> 今日はね、えー、ぜひ短い時間なんで深い体験していただきます。 本当に瞑想効果あるの、すごい深いっていうのを体験していただくので、理論とかちょっとね、ストーリーは端折らせてください。ということでね、えー、この辺の私のストーリーはね、2日間の時しっかりやりますけど、1つ目はね、私16歳で、まあ、何が幸せかなって探求したくて、瞑想を始めた。つまり、究極、瞑想最低にすれば、もう、 どこで何をどうしようが絶対ハッピーだっていうのを16歳で悟ってそこから瞑想はします。そして偏差37、パンチファーマのヤンキーだったんですけどね、東大の大学院、アメリカの大学行けたのは瞑想のおかげ。知能検査してもね、私決してそんな高くない。まあ中のちょっと高いぐらい。でも、なんで葉っぱをまンさきしてるか。使ってる量が多いんですね。脳みそはそんなに高くないけど、瞑想するといっぱい使います。困難、乗り越ええー。うちの両親ね、半身。 淡路大震災で亡くなりました。その時こそまさに瞑想おかんの遺体の前で、今ここしっかり感じて乗り越えることができた。3年前、兄が死んだ時も痛い、遺体しっかり触れながら、今ここ迷走。むしろつながりとか感動の涙感じたくらいです。何が起こったとしても、逃げるのではなく、ちゃんと引き受けて流していける。いろんな人のポジション立つんで、対人関係もうまくなるし、えー、実は、 帰国したとき、20年前、私、住所不定無職だったんだけど、家賃50万のマンション住みたい。ちょうどアメリカ住んでたとき、ユキっていう彼女は、エリックという白人にの彼女になっちゃって、振られちゃいました。よし、俺もエリックのようなマンション。まあ、エリックがなんと、あやま、表参道、家賃60万のマンション住んでるから、俺もエリックのようなマンションって、瞑想でイメージしたら、なんと1週間前までエリックが住んでた部屋。 こせせるようになったんですすね引きき寄せも起きますあとは北京オリンピック金メダリスト石井サんとしてあったり、アルティメットっていうフリスビーで、ね、やる日本代表選手のコーチングさせていただいたり、まあ、その他、ね、世界で活躍する方、コーチングさせていただいたり、アカデミックで実証ってのはさっきの東大の大学院で、えー、統計的優位を出したり、ワールドクラス2016年ね、スタンフォード大学っていうシリコンバレーのところで、えー、日本語ではありますけど、日本人の方対象にこの瞑想を指導させていただ あとは現、現地、先ほどの大元のように、それまではね、サラリーマン、アスリートとは関係ない職業だった人が、アスリートのゾーン、フローを引き出したり、まあ、ハイパフォーマーの人は結局最終的には今、ここ、迷走ですね。まあ、その他、下に書いているようにね、20代より30、30より40、40より55の今の方が、 体力、精力、精神力、どんどん増していって、あのえー、最近年取ったなって意味がわからなくて、えー、まだなんか成長期にあって、ちょっとまだ私、高校生ぐらいな感じでもうちょっとこう大学生ぐらいになると、ちょっともっと大人になったらいろいろできそうな気がしています。 なのでまだ今成長期増盛りなんでかったら瞑想なんでこのなんか大きな存在からエネルギーもらってるから、えー、何でもできちゃう感じがしますはいまあ熱、ね、気がいいとかまあ、こういった効能に関してはね、えー、ぜひまた機会があったら別の機会話すということででは次お願いしますさあ、えー、いよいよね今日ね体験の方を中心させていただきますけど えー、私が、えー、平本式の瞑想の特徴は一つは、えー、短い時間で体験できます。はい、今日ね1分ですごい深く体験できます。はい、でひょっとしたら、えー、禅に通ったら5年10年20年かかるようなところがたった1分で体験できる、まあ、そのねコツをお伝えできる。で2つ目、えー、最初から気持ちいいです。瞑想長く続かれてる方はね瞑想いいよ瞑想いいよって言うんですけど。 いそれ何年も続けてるからいいんであって初めての人ってなんかなかなか瞑想いいと思えないんですよね。ところがとにかく今日のゴールは瞑想って超気持ちいいじゃんって体験してもらう。 もうね、明日なんで4時かって、最初から4時じゃないですよ、最初5時半ぐらいだったんですねで。もっと瞑想したいと思って5時になって、もっと瞑想したいって4時半になって、えー、もっと瞑想したいって4時になって、なんかね、瞑想が待ちきれなくて、だんだん早くなっちゃうんですね。 休みに入ったらちょっと一日前乗りしようとか、前乗りしよう、マイノリがどんどんは早くなってきて、これがなんか続いてる感じでもうね、今、明日の朝、瞑想考えただけにワクワク。なんで、瞑想ってまるでハワイに行くぐらいの感じです。なんで、どうですか、皆さん、瞑想ね、ハワイ、10分ぐらい滞在する方がいいか、どこでもドアで、20分がいい、30分がいいでしょうか、40分がいいでしょうか、どれがいいですか。 私は40分がいいな。こんな感じとぐらい瞑想が楽しい、気持ち今日ね、ゴールは瞑想気持ちとい,い,いうのを体験していただければと思います。そして、いつでもどこでも1分からできます。あもちろんね、えー、リサーチエビデンスによると、20分から40分の瞑想を6週間続けることによって効果が出るっていうのは確かに出ています。あぜひそれ続けてください。やれるなら。 でもなかなかその20分ちょっとねっていう方安心してください今日から1分でいいから続けていただければと思いますさあ瞑想のね定義これねまあ実はあの思考にどれだけ説明してもピンとこないけどとはいえ、ね、やっぱ思考でも知りたいので思考で言うと今ここ自分の内側内側は思考だったり感情だったり身体だったり感覚に起こっていること か外に起こってるのは今皆さんの前にパソコンがあったり、部屋のいろいろ、ちょうど、テーブルがあったり、もしくは誰か、部下、スタッフメンバー、職場でいたらその相手だったり、お客さんだったり、上司だったり、自分の家と外で起こってることに、リアルタイムで、 気づき続けているのが瞑想ですなので、えー、何か怪しいものが瞑想じゃなく私は極力スピリチュアルだったり形式だったり、えー、そういう要素を極力排除して生理学的生態学的意識認知科学的な観点から説明させてもらうと今起こっていることを見守っている状態 これが瞑想でそれには深さがいろいろあるんですけどね。スタンフォード大学の教授がいました、えーね。スタンフォード大学の MBA の教授が、満場一致で言って、これからのビジネスパーソンに必要なスキルは何ですかたくさんあるうちで、セルフアウェアネス。これがすべてのリーダーに必要と言いました。 つまり自分でイライラしてたらイライラしなくする前にイライラしてるなって気づいてほしいし気づいてイライラしてんだよなっていうわけじゃなく何にイライラしてるのかなって探索してあこのレポートが遅れたことがイライラしてるんだなとかここの最後の箇所がちょっと完成度が低いことでイライラしてるんだなって気づいて一方その完成度低かった部下目の前にして相手の立場でどういう言われ方したらそれが心地よく受けられるか 一瞬にして切り替えるのが瞑想相手の立場にも入る。何やってんのこれ完成度これじゃ低いよ。こういう言い方したら多分落ち込みます。いいね。よく頑張ったね。いや、でもこの最後これじゃダメだよ。言いたいのはこれなんだけど、それ言われると相手の立場はどうか。いいねって言われたとダメだよ。あ、そっかダメなんだ。相手の立場立ったら、あ、すごくいいね。そしてこの最後の段落、完成度上げてくれるともっといいよ。具体的にはこうやってみたら、あ、わかりました。ありがとうございます。相手の立場に立つ。 つまり今ここでリアルタイムで思考感情身体感覚自分と他の人に起こっていることに気づき続けている状態女性が言えば鏡を持ちながら化粧をしているかどうかです皆さんの中にいますか鏡を見ない方が私化粧上手なんだよな、まあ、たまにそういう人いますけど <laughs> それはなんかすごいフィードバック力が高いですねなんかねなんかチークはこう大体こういういい感じみたいな 鏡見ながら化粧しますよね。同じように鏡を見ながら生活する。鏡を見ながらお仕事する。鏡を見ながらコミュニケーション。なので、本当は瞑想は24時間365日必要です。あ、というか、ある方が絶対得です、えー。じゃあ、なんか5分だの20分だのあれ何なのって言ったら、その24時間が瞑想にセルフアウェイナスがある状態のための練習が 10分の5分の1分ののですまずはねこの1分でいいのでその瞑想の練習してください最終的には24時間365日最終的には眠ってる自分もあゆったりと体脱力して寝てるなっていうのを落ち着いて見てられるそんな見ある側の自分ができたら何があってもどうしないですね瞑想の本体部分は今ここ気づいてる状態ですね、えー、ある人はね無とか空とか言ってるこれね全、えー、的な こととを言う人もいれば愛とか一体感 We are the world っていう人もいれば見守ってるとか観察してる感じるっていう人もいれば気づき感じるまあこれねいろいろありますこれね後で違いをお話しますいずれにしろ見守ってるにしても感じるにしても無にもしても食うにしても、えー、今ここ起こってることに気づいてるでこれ状態なんですけど心の状態なんですけど実は心の状態は自分の意思で作れないんです ちょっと実験しますね。今からはいって言ったら、リラックスっていう心の状態を皆さんこれね、一瞬で作ってください。では、ノートペン一回置いていただいて、はい、リラックスどうぞ。リラックス。リラックスしてください。頑張ってリラックス。全身リラックス。体リラックス。心もリラックス。頭もリラックス。リラックス。 ってて言われてもリラックスできないんですなぜならリラックスさせようっていうのが覚醒をさせてリラックスさせようとうは思考なんで余計思考優位になってリラックスできない、ね、朝「無」とか「空」になろうってう瞑想やってみるんだけど「無」とか「空」になろうっていう思考が邪魔して「無」とか「空」になれないんですじゃあどうしたらいいのかここが平本式の 大発見の一つ、まあ、正確に言うとね、私のアドラーの師匠、野田俊作先生に、えー、35年前教えてもらったのがこの考え方なんですけど、導入部分、つまり瞑想は状態、ステートオブマインドなんだけど、導入部分、行為の部分を対局に持ってきたり、えー、ハードに持ってくると、その対局で瞑想が起きやすいっていうのを野田先生が教えてくれて、そこを発展させました。さあ、実験しましょう。リラックスの反対は 緊張です。じゃあ思いっきり緊張させます。その後リラックスしていいですよとは緊張感全部外してください。じゃあ皆さんノートペン置いていただいて右手を緊張させて実際やってください。左手も緊張。ちょっとこれ閉じてくださいね。テキスト。歯も食いしばってで全身緊張させてください。全身緊張させて緊張緊張。もっと歯も食いしばって首も目も。 ぎゅーっと緊張しないところがない状態これ意識的にできますよね緊張もっと緊張させたら次の瞬間脱力でリラックス <laughs> さあさっきよりもこっちの方が一瞬でもリラックスできたって人ちょっと丸してもらっていいですか はいほとんんどそうでですすねこれが世紀の大発見なんですリラックスするためにリラックスさせようとすると緊張するだったら緊張させたい実は私、ね、ヨガもやってるんですけどヨガの上手い先生ってリラックスさせるためにポーズアーサーのわざと緊張させるんですねギュッとギュッと緊張させてはい次力抜いてと はーっとこう今、この流れてくるのあれは実はうまい先生って緊張悲観、緊張資産の連続がむっちゃうまい人は実は瞑想状態に誘いやすいすんです実は科学的な原理はそこなんですね。はいうまい人なんでうまいんだろう同じようなの、ね、ポーズやって。もしくは、えー、子どもたちがね、バーっと全力で走り回りますよね、公園とか。 で、バーッと走り回ったら、急にコテットネって、すごい熟睡してたり、ぼーっとしてますよね。瞑想入れる。つまり、逆に激しく動く方が静かな方になります。つまり、静かになりたかったら、うるさくします。で、やめたとき、ドーンと静かになるし、無空になりたかったらいっぱい考えます。で、手放したとき、むとかく。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。はい